ビギュラーランニングマガジンへようこそ感想教員牧野です3月にですねランニングスタイルのムック本超回復欄これが発売されまして今回はこのランニングシューズの Q&A だとかトレーニングの区分けを紹介しておりますんでぜひアマゾンなどあと書店などでお買い求めくださいそれではスタートす今回はランニングイヤホン J バード Vista を紹介したいと思いますもうすでにですねイヤホンタイプは 普及していていですね、まあ、iPhone のタイプとかいろいろ出ていますけどもランニング用になるとやっぱり落ちてしまったりとか、えー、不安なことがいっぱいあると思うんですねそして充電の問題、まあ、連続再生がどれぐらいなのかっていうのは気になるところですのでその辺をレビューしていきたいと思いますど、まあのタイプも一緒ですけど専用ケース自体が充電器になっていますでこれを外してもらって耳にかけるだけで であとはフックの大きさを小中大とありますんで自分の耳に合うようにセットしてもらえば落ちにくくなってると思います、まあ、以前のタイプよりもはるかに落ちにくくなってるのは本当にありがたいところですねで充電のタイプはもちろん買っていただいたタイプでいいんですけど誤って USB とかにしてしまうと全然接続できないのでここは注意していただければと思いますで J バードの最大の特徴は何といっても 汗に強いんですよまあ防水は当たり前ですけれどもこの基準が IPX7 このタイプになると非常に水そのほかにも強くなってきますので、まあ、こういうのは選び方としてもこうチェックが必要になってきます。さらにですね充電時間そして連続再生時間に移っていきたいと思うんですけれども再生時間は約6時間でプラスケースを使用すると10時間だそうです。で充電時間は えー、マックスで2時間ということで急速充電しても5分で1時間再生が可能だということで非常にありがたいかなと思っていますねしたがってサブ4ぐらいのレベルの人であれば十分スターート前コール後も音楽を聞きながら走ることとは可能だと思います、まあただね耳が塞がってしまうのでこの辺は難しいところですけどもまあ充電が長くなったっていうのは非常にありがたいかなと思いますね。 ススマホや音楽デバイスののぎ方ですね。まずはスマホやガーミンなんかもそうですけれども、Bluetooth がつなげる状態にセッティングします。すると、旗を開けた黄色いボタンが真ん中にありますので、それを接続するまで長押しをしていただくと、簡単に接続することが可能になってきます。あとは選択していただいて、そのまま音楽が聴けるよと。 まあ、ガーミーの場合はね先に音楽を設定しなきゃいけないですけれどもそんな感じで簡単に Bluetooth つなげられますので難しいのはこの蓋の中の見えにくいんですけど真ん中に黄色いボタンがありますので長押しをしつけるとそうすると下に白い点滅する光が見えてきますんで点滅したら、まあ、Bluetooth をつなげてるよということになりますのでそこも確認しながら行ってみてください続いてですねスマートフォン こここで、J、のアプリを設定していただくと、でこれで音楽であったりとかですねでミキサー機能がありますのでこのミキサー機能を使っていただくと幅広い音楽の設定重低音にしたり高音をよ,よくしたりとか自分のセッティングに合わせて音楽を楽しむことがこうできますよと。 僕は重点音にね設定してやっていますけれどもそんないろんな遊び方をしてもらうといいと思いますしこの中にもすでにアプリがありますんで音楽が聴けると思います最近は時計とスマホがつながっていれば時計側で操作することも可能になってきますですので聴きたい曲を時計側で合わせることも可能ですもちろん J バード側で次の曲一時停止であったりとか送るとか 電源オフすることは可能ですけれども基本的に電源オフは収納してしまえば電源オフになりますけれどまあ押し方としては1回押すことで一時停止2回押すことで次の曲そして長押しすると電源オフにはなりますので1回押すと一時停止2回押すと次の曲長押しすると電源が切れると。 じゃあボリュームはどうするかというとここからカスタマイズになってきますスマホの方で設定をし直すわけですねですのでまずはじゃあボリュームの上げ方ですけどまずはイヤホンのところをボタンを押しますもちろん電源オン要は耳にかけとけばいいのでそこでボタンコントロールを押してもらってスクロールをぐーっと下に上に上げてもらうと下の方から この音源が変わるっていうのを設定してもらうと長押しするとボリュームが上がるよという設定に変わりますのでこの辺もカスタマイズしてもらえれば自分なりの操作ができると思いますんで是非ちょっとスマホもいじってもらえればなと思います。 まあ、ランニングもですね、移動用にも両方使えますし、何より雨強いっていうのも、まあ、ありがたい話ですんで、ぜひですね、いろんな活用していただいて音楽を聴きながらランニングの幅を広げてもらえればなと思います。今回紹介したのは J バード・ Vista でした。次回もお楽しみください。感想を教えに、牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。